私がバイオリン作りを始めてもう20年以上が経つんですね。今考えてみると最初の3年ぐらいとは非常にこう難しさを感じていました。どうやったらいいものができるのか本当にわからないで、もうやめてしまおうかっていうふうに思ってたんですね。ところが偶然3年目ぐらいに名器のストラデバリウスを見る機会がありました。その時に直感的にですね、これは非常に素晴らしいものだなと感じて、それ以来本当にこうバイオリンというものが好きになったんですね。最初は物としての美しさのみにとらわれて作っていたんですけれども、素晴らしい演奏家と会ってバイオリンに対して何を求めてるかということを理解するということが非常に勉強になって、私のバイオリン作りは180度方向性が変わったと思います。プレイヤーが瞬間にかける音っていうのをバイオリン作り出さなきゃいけないですから、それをいかにして美的な美しさと一緒に作っていくか、ここが非常に重要だというふうに思うようになりました。私は幸運にも久保陽子さんという偉大な演奏家と出会いを得て、そこから教えてもらうことが非常にたくさんありました。これは250年以上前にできたイタリアの楽器なんですが、素晴らしい存在感ですね。この肉感的な膨らみ、正確ではないけれども、その綺麗な美的感覚、そしてこの美しいニス、これに集約されると思います。同じものを自分で作り出してみたい、そう思ってます。